はいもう迷わない品質最大化のための UI インタラクション開発フローを始めさせていただきます私クリアーツ所属の辻井と言いますよろしくお願いしますはい私 s g のコアクリエイティブ所属の佐藤と申しますよろしくお願いしますはい突然ですがこんなことありませんか UI デザインできましたはい UI の配置できました UI のアニメーションどうしますうん UI のアニメ UI のアニメ考えていないというかここってどうやって決めていくんだはいということでそのお悩み解決したいと思います。じゃあここからは私の方で説明をさせていただきます。はい、その前にですねあのインンタラクショっって何かっていうのをまず軽くご説明したいと思います。 インタラクションよく聞く言葉だと思うんですけれども、まあ、一般的には相互作用といいいう言い方ができるかと思いますで何かしらこうボタンを押したりとかそういった自分の行動に対してフィードバックが起きることを、まあ、相互作用いわゆるインタラクションとていって,言ってボタンを押すと例えば音が鳴ったりボタンが拡縮したりそういった自分がやってあ反応が返ってきた。 でこの、えー、インタラクションを細かく入れていくことで、えー、手触りの良いゲームができていく、まあ、ゲームに限らずアプリでも何でもそうなんですけどこのインタラクションとても大切なので、まあ、今回、えー、改めて説明したいなと思っていますはいでは早速ですね、えー、今回なんですけどこの新規のゲーム開発に、えー、の流れにおいてこの MOC から α ツ α ベー β の4項目においてどんな感じでインタラクションを作っていけばいいのかっていうのをご説明できればと思っております。はい、というところでですね早速 MOC 編始めたいと思います。はい MOC とはコンセプトを可視化し検証するためのものと言えることができるかなと思います。 で例えばゲームシステムが面白いのが売りだとすると、まあ、インゲームのの体感をつけ詰めるるがモックで大切になってくると思いますでイラストのクオリティがすごく高くてそこで勝負したいっていうプロジェクトに関しては、まあ、そのイラストをどうやって魅力的に見せるかとか、まあ、そういった見せ方や演出のところが大事になってくるかなと思っていて。 でまずはですね、まあ、コンセプトと勝負ポイントを把握して Mock のどこに力を入れるかっていうのを考えることが大事になってくるのかなと思っています。と、はい、いうところでですね Mock 開発のフロー、えー、この1コンセプトの確認2アニメーションの洗い出し3実製作っていう、まあ、この3段階でちょっと見ていきたいなと思います。はい えー、今回ですね説明するにあたって仮想のゲームを考えましたで今回オルタナティブガールズの素材を使わせていただきましたありがとうございますはいで一応ですね今回説明するために考えたまあ、簡単なゲームなんですけどまあコンセプトとしては信頼で女の子との距離が近くなる体験でゲームシステムとしてはまあ普通の単性の RPG なんですけど女の子のモチベーション管理が鍵のコマンドバトルっていう風に定義をしました。 でまあ、軽くそのモチベーションの仕様とかも書いているんですけど、まあ、ちょっと細かいことはそんなに大事ではなくてですね要はこのバトル中に変わっていくモチベーションアイコンの変化ここをしっかり分かりやすく伝えることができれば、まあ、のあの今回試したいことができるのかなと思っています。 はい、なのでまあコンセプトの確認としてはどこに力を入れるかっていうところがえしっかり明確になることが大事かなと思います。はい、でコンセプトの確認が終わったら次はアニメーションの洗い出しになります。でアニメーション例えばですねモチベーションアイコンに関するアニメーションをまあちょっとえ軽く洗い出しただけでもまあこのぐらいえ種類が出てきます。 まあ待機状態であったりモチベ増加したり減少したり変化したりあと必殺技発動できるようになったりとか、えー、まあこういったところをあの重点的に洗い出しをしていきます。でさらにですねあのモチベーションアイコン以外にも HP ゲージとかあとまあターン開始終了とかリザルトとか、まあ、いわゆるゲームで必要なアニメーションも同時に洗い出しをしていきます。 で洗い出しをした後はあとは企画やエンジニアに、えー、もろもろ共有や確認をしていきましょう、まあ、抜け漏れとか認識の違いがないかであったりとか、まあ、実装する上で懸念があるかとか、まあ、スケジュール回りとかそういったところを、えー、ちゃんと握っておきましょうという感じですねはいでここまでできるといよいよ、まあ、実施政策の方になってきます で実作、えー、今回はですね、まあ、1さまざまな条件でモチベが変化するよっていうところと、まあ、モチベマックスで必殺技が可能であるよっていうところを、まあ、軽くちょっとアニメーションを作ってきたのがこちらになりますで左側がモチベ変化で右側が必殺技可能な状態になってますであの、まあ、今回最,、えー、最初にお話ししたとおりあのモチベーションの変化をしっかり伝えていきましょうっていうところなので こういったキーになるアニメーションはしっかりえ多少派手になりすぎるぐらいでいいと思うんでもうしっかり作っていくのが大事になるかなと思っています。はい、というところで Mock のまとめになります。Mock はですねコンセプトの確認をしてアニメーションの洗い出しをして最後実製作。で当然 Mock なのでスピード優先でトライアンドエラーがめちゃめちゃ大事になります。まあ、なんでまあ作っててて入れて確認して また直してってっいうのを、えー、早いスピードでやっていきましょうあと当然短い時間で、えー、いろいろ作っていくので、えー、他セクションとの連携もしっかり意識していきましょう。はいえー、以上でですねまあクの時にどういう動きをするかっていうのが、えー、説明になります。はい、で次はですね2つ目。 えー、アルファですねデザイントンバーナが決まる前に、まあ、何をするべきかっていうのを、えー、ご紹介できればなと思っています。はい、で、えー、アルファ1で一番大事になってくるのがこの UI アニメーションの全体感の把握になります。でよくある、えー、UI の失敗例インタラクションの失敗例ですね。えー、止まっている画面が多いえー、動きのルールがバラバラ。 はい、作る動かす前提の実装じゃないので大幅な作り直しが発生する。で思ったよりコース増えるスケジュールやばいですよ、はい、どれもよくあるパターンだと思うんですけど、まあ、前々からしっかり準備をしていくことでどうしてもこういう事態起きてくるとは思うんですけどできるだけこういう事態を減らしていきましょうっていうのが目的になりますね。はい というところで前もって全体像を把握っていうところで静止しない絵作り統一感のある動きの設計大きな手戻りをなくすリソースとスケジュールの把握この辺を意識して動きたいなと思っています。はい、というところでですね実際洗い出しをしていくんですけどそのために2つのポイントをお話ししたいなと思ってます。で1つ目が汎用インタラクションで2つ目が演出っていう点になります。 はい汎用インタラクションって何なのかっていうと、えーまあ、ちょっとこの表こっち左右でちょっと見づらかったりもするんですけどいわゆるまあボタンであったりヘッダーやフッターの動きとかあとはまあリストの動きスクロールの動きあと画面遷移とかモーダルローディング、まあ、そういったどのゲームでも基本使われやすい えーまあ、パーツの、えー、インタラクションを、まあ、前々からリストアップしていくことが、えー、大事かなと思っています。はい、で、まあ、洗い出しのポイントとしては、えー、画面上でやり取りがある例えばボタンを押したら次へ進むようであったり、まあ、ユーザーの注意を向ける、えー、ここを押してほしいからなんかそこに向けてなんか目立つアニメーションを入れるとか。 であと何ができるるのかを伝える例えばスクロールができるものであれば下からシャッとスクロールを出すみたいな,なんかそういった、えーまあ、画面でこう動きが必要になってきそうだなみたいなところを意識して、えー、洗いいいい出しができればいいのかなと思っています、はいでまあ、ちょっと場合にこれはよるんですけど、まあ、もしかしたらこのワイヤーの段階で、まあ、軽くアニメーション インタラクションをつけておくと、まあ、今後何かの参考になったり、えー、みんなチーム全員の,あの指標になったりもするので、まあ、余裕があればこういうことをやってもいいかなと思っています。はい、これが汎用インンタラクショで洗い出しのためのポイントの2つ目これはですね演出の洗い出しになります。で演出インンタラクション 演出っってて何が違うのっていうのとインタラクションは最初にお伝えしたように何かボタンを押した時に反応があるとかこちらの操作に対してのフィードバックのことをインタラクションって呼んでるんですけど演出っていうのは、まあ、いわゆるレベルアップであったりとかあのクリアであったりとか何かそういった節目節目で大きなこのアニメーションが入るものを演出っていうふうに呼んでます。一般的には気持ちよさだったりとかあのテンション上げていったりとかそういったことをやりたいためのアニメーションって考えてもらえればよいかと思います。 で演出の洗い出しなんですけど、えー、演出はですね、まあ、かいろんな演出があるので、えーまあ、演出のの大大小を意識してていくのが大事かなと思ってます例えばレベルアップよりも限界突破の方が、えー、希少価値が高いので演出を派手にするであったりとか何かこういうその大小を意識することで、まあ、なんかそのいっぱい演出がある中でしっかりメリハリつけて、えー、いって、まあ、大きな演出 が価値が高いみたいなユーザー体感になるといいのかなと思ってます。で、それをまあ洗い出すために活用する一つのポイント活用というかあのポイントとして褒めポイントっていうワードがあります。で、褒めポイントっていうのはユーザーが対価を得たりステップアップした際に褒めるべき箇所を洗い出して可視化しておくということになります。例えばの例で持ってきたのがこちらなんですけど。 この表の下の方が頻度が低くて上に行くにつれて頻度が高いものになっていてでその中にですねいろんな演出例えばログインボーナスだったら1日1回なんで真ん中あたりにあってでガシャとかショップとかは頻度が低いので更に下の方にあるんですけど毎回クエストで出るようなウィンとかクリアとかは上の方にあったりとかそういうこの頻度によってこの演出を洗い出して。 さらにそのどのくらいの強さで褒めてあげればいいのかっていうのをしっかりここに書いてあげることでこの褒めの強弱っていうものが可視化されて普通に作ってしまうと割とどの演出も同じぐらいの派手さになってメリハリがなくなってしまうっていうこともあるんですけどこういったものを可視化しておくとそのメリハリのつきやすい状態になるかなと思っています。はい とというわけで,です、ね、アルファ1のままめになりますデザインともな決定前になるんですけれども改めて1番目が汎用インタラクションの洗い出し2番目が演出の洗い出しになります。 ポイントとしてはやはりここで全体感の把握をしておくと、まあ、今後の作業が楽になるので洗い出しをしっかりしましょうっていうところとあと演出はですねホームポイントを意識して洗い出しができると、まあ、メリハリとかそういったことも頭に入れながら作業ができるのでこちらも意識しながら洗いい出しをしをててみてくださいはい α1 以上になります。 ここからはですね、えー、私に代わって佐藤の方から、えー、紹介をさせていただくのではい、えー、お願いしますはいそれでは α2 の工程からは佐藤が紹介させていただきますはい α2 ではですねデザインのトナーの決定後のお話になります α2 ではですね インタラクションのトンマナを決定するということが目的です。その後、トンマナにとってインタラクションのルールを確立、まあ量産できる状態にするっていうのも目的の二つ目になります。はい、インタラクションのトンマナをまあ決めるんですけども、コンセプトと UI デザインをまあ再認識、再確認する必要があります。キーワードに分解して動きのイメージを膨らませていくとここはいいですね。はい。 でどうやってやっていくのかというとこの図の通りまずコンセプトを再確認しますまあ、これですと女の子との距離を感じられるっていうコンセプトまたゲームシステムも振り返りまして女の子のテンション管理が鍵となるコマンドバトルこの辺りをちゃんと確認した上でキーワードを分解すると、まあ、女の子距離テンションといったキーワードが浮かび上がってくると思いますまあ、これらを見ながら動きの イメージを膨らませるんですけど、右側のある通り明るくて女の子らしく可愛い動きが必要だということが分かってきます。まあ一言で言うと親近感のあるポップな動きが必要だということになったので、これを踏まえて作っていきます。はい。で、ここでパターン出しと検証が必要なんですけども、ご覧の通り、えー、4パターンほど検証を行いました。 左側、一番左は普通にまあ出てきて、えー、各色アニメーションで消えていくんですけども真ん中の2つはですねより強く、まあ、こうリズムにが強めに出てきて可愛らしい動きを強調させたようなパターンですね一番右の方は下からスライドで出てくるような、まあ、オーソドックスなシンプルな動きを作ってみました、はい、こちらですね、まあ、検証を やった後にです、ね、トまナの決定に移っていくんですけど、まあ、親近感のあるポップな動きっていうのを作る上で4パターンを出しその中で3つの条件がが必要だとということが分かりました両親アニメーションは素早くそして可愛さを感じられる心地いい,心地い,い各色のリズムそして明るいエフェクトが必要この3つを踏まえた上で右側のようなトマナを決定しました。こちらに まあこう拡縮で可愛らしく出てきて「はい」というボタンを押すと星型の綺麗な可愛いエフェクトが出るとこれがトマらの決定したものになりますね。はい、合わせてですね共通のインタラクションもトマらに合わせてブラッシュアップしていきます。えー、ご覧の通り、えー、ボタンを押した時は黄色く光るまたスワイプボタンを押した時も黄色く光る。 画面をタップした時は黄色く光り星型のエフェクトが出てくるまたエリストが出てくる時は右から少しこうリズムがあって出てきてまあ勢いよくアウトする時は外側に行くという感じの共通のインタラクションのルールもトーンマナを反映していく感じですね。はい、でトーンマナはですねプロダクトの全体に関わるので。 デザイナー以外の他のセクションにも共有していきます。例えばプランナーさんであったりエンジニアさんであったり、まあこのゲームの動きのトンマナはこれですよねというのをまあ他のセクションの方にお伝えして、なるべくそのゲーム全体を作っていく上でそのトンマナがずれないようにするイメージを合わせていくっていう感じですね。でその方向性が正しいのか、まあ、現実が実装が可能なのかっていうところを。 デザイナーエンジニアで認識を合わせていくというような議論もここで行います。はい、そうですね。でですね、ボタンやリスト単体の動きだけでなくて、えー、今までは一画面でこう作ってたんですけど、全体の流れを考慮した上で、えー、これらのトーマノの流れを詰めていくということをやります。はい、ここの図にある通り、まあこのホーム画面があって で選択ダイアログが出てきてでクエストのリスト選択画面から出発する画面に行くってこの流れでそのトンマのを反映していきます実際にこれが反映したものですね。ホームからダイアログをタップするとリストが先ほどのか、まあ、可愛らしい動きで出てきてで出発画面に行って消えボタンを押すと出発する。 まあこののスライドの時もそうです、ね、明るいエフェクトが出るといったこういう一連の流れにもトンマナを反映させると、えー、このような画面単体でなく全体をトンマナに反映していくというようなものに、えー、できると思います。はい、アルファ2のまとめは以下になりますね。えー、デザインのトンマナを決定するんですけどもそのトンマン決定したトンマナに沿ってルールも確立する。 これがアルファ2の重要なポイントになりますで。下にポイントは3つほど書いたんですけども、トンマナはイメージを言葉に分解して決定し、ルールは共通のパーツから反映していくといいです。そしてかつ画面単体でなく全体の動きを考慮してトンマナを反映していく。これが大事なポイントかなと思っております。はい、次に4つ目の工程最後ですね量産。 デバッグといいったた工程も紹介させていただきます、はい、こちらはベータフェーズと呼んでるんですけどもこのベータフェーズでやることはこの3つになります。今まで作ったトーンマナを量産していくインタラクションの量産そして2番目が実験で操作して、まあ、触りながらブラッシュアップする、まあ、こういう動きをもっとこうした方がいいんじゃないかっていうブラッシュアップですね。で最後の3番目がパフォーマンスチューニング。これは 演出やエフェクトを入れていくとやはりその端末に負荷が強くかかっていくことが多いので、まあ、それらをまあ画像を削減したり端末の負荷を減らしこうパフォーマンスを上げてサクサクゲームが動くようにするというのが3つ目の工程ですね。はい、で画面ごとに見せたい箇所を決めて、まあ、動きをつける優先度を 決めて量産していくのが大事だと思ってますで量産ってなるとやはりその膨大な数のインタラクションを用意することになるんですけどもやはりその画面の中においても、まあ、UI のデザインっていうのは優先度がありますのでその中でまあここには動きをつけて強調すべきだねっていう箇所を決めてそれで決めた上で量産していくというようなイメージですね。えこの図ですと 一番左ですとまあここはガチャ画面なので目玉であるカードの場所をまあ光らせたり動かしたりして強調するであったりとかほ他の画面も同様にその画面で重要な箇所に赤丸をつけてここに動きをつけましょうというような量産の目処を丸をつけて立たせていくというイメージですね。はいえー、先ほどの 一番左のの画面の量産する時の動きをちょっっと作ってみたものはこちらですす量産する動きは画面ごとの独自アニメーションであることがこれはやはり多いんですね。これなぜかというとその画面ごとにデザインがまあ違っていてその,その画面で見せたいものは大きいサイズだったりまあそこの画面用の独特の専用のデザインだったりするので動きの方も 独自アニメーションを設けて、まあユーザーの印象に残るようにするといったことが多いです。これはそのガシャ画面で作った一例になりますね。はい、カードをぐるっと回してまあ、印象を付けるようにしてます。はい。で、次の工程で説明したのが、この実機を触ってブラッシュアップするということですね。まあ、これはすごく大事で。 ゲーム開発をしていると必ずみんなやると思うんですけどもインンタラクションの開発においても同じことをやります実際にその作ったイメージ通りの動きだったり触り心地になっているかを確認したり実際に操作してもっとこう足した方がいいんじゃないかとか減らした方がいいんじゃないかっていうのを他のセクションの方含めてこう確認していくっていうのがよりゲームとして魅力的なインタラクションを作る上では効果的かなと思っています。はい これが最後の工程ですねパフォーマンスチューニングの話なんですけどやはりそのエフェクトや動きアニメーションをたくさんつけていくと端末に負荷がかかってこうちょっとカクついたりとかちょっと動作が重,重くなっちゃうというような問題が結構発生するんですね。でそういうまあやっぱりゲームっていうのはサクサク動いてこうレスポンス速くフィードバックが返ってきてそれが心地いいというものにつながるんで。 ここでやはりその、まあ、ちょっと大きすぎる画像を減らしたりとかエフェクトを少し削ってゲームのパフォーマンス、まあ、快適さスピードをどんどん上げていくとそれがこの工程ですので図に書いてあるとおり,やはりそのどれを削ってもいい画像と削ってもいけない画像っていうのがあるんでそれらを取捨選択しながら最適化していくというような工程がこちらになりますね。す、はい、すごく大事な工程です、うん でこちらが実際にパフォーマンスチューニングをした実際の画面なんですけども、えー、左の方がエフェクト修正前の状態でかなり、まあ、紫色のエフェクトが出てると思うんですけども左下を見ていただくとどのぐらい画像が重なりすぎて真っ白になってるみたいな状態になってます。でこれだとやはり端末に負荷がかかりすぎてパフォーマンスが下がってしまうので右のように、まあ、印象はほとんど同じなんだけど 発生している画像はかなり少なくするっていうようにしていくとゲームがサクサク動くようになるのでこういった対応を一つ一つやっていくっていうのは大事ですね。ー、はいはい、ータフェーズをまとめますといかのようになります、えー、3つインタラクションの量産を行い実機で実際に操作してブラッシュアップするそして最後にパフォーマンスチュニングを行う。 ポイントは下の3つです、ね、やはりその画面ごとの量産は必ず画面の,そのどこに動きをつけるかの優先度をつけてから行うそしてブラッシュアップはチーム内でセクション問わずみんなで話し合うこれも大事ですねそして最後は軽量化パフォーマンスチューニングを行う際にどれを削って で、よくてどれを削ってはいけないのかっていうのをしっかり判断した上で削っていく。これがポイントです。はい。はい、以上が開発全体インタラクションの開発する上でのまとめになりますね。はい、それでは最後に開発全体の流れをおさらいさせていただきます。このゼロ一からゼロ四までの。 工程を今回は全てご紹モックのまとめではです、ね、コンセプトを確認しアニメーションインタラクションがどのぐらいあるのかを洗い出ししそして実製作を行いポイントはスピード優先トライエラーをたくさん行って他のセクションと連携していくこれがポイントです次 α1 のフェーズですね α1 はデザインのトンマナの決定前ではあるんですけど 汎用のインンタラクションたくさんこう共通で使う汎用のインタラクションをざっと洗い出してそして演出作る演出のポイントをおさらいどのぐらい作るのかをこれも決めておくというのが大事ですね。とが大事ですね。ポイントは全体感の把握が大事で演出の部分は褒めるポイントゲームにおいてどこでユーザーに褒めポイントを与えていくのかを考慮するというのが大事です。はい、次に アルファ2の開発のフェーズのまとめですねこちらはデザイントンナを決めるというのが最大の目的でその決めたトンバナのルールに沿ってルールを決めていくこれが大事です。でポイントはイメージトンバナはイメージを言葉に分解して決定するというのがやりやすいです。またのののルールーーは共共通通パーツから反映してていくことにによって共通の動きに 反映していけば全体に反映されるのでそう,そうした上で全体の動きを画面単体じゃなく全体の流れの動きを考慮していくということがポイントになりますねはい。そして最後ベータのフェーズのまとめですベータフェーズではアルファの2で決めたトンマナを量産していくインタラクションを量産していくという工程なのでたくさんの画面に量産をしていくというような ところがありまますねまず最初にでその次に実機で操作して実際に反映された動きを確認しブラッシュアップを行うで最,後最後の3つ目がえ実機で確認している際にクついたりちょっと動きが思ったようにいってない端末に負荷がかかりすぎてるっていったところを見つけ出してパフォーマンスのチューニングを行うこの3つがベータにおいてすごく大事です。でポイントなのがやはりその 量産していく上で画面ごとにいろいろあるんですけど画面のどこに動、OK、きをつけるのかを優先度をつけてから量産しているっていうのは大事です。でブラッシュアップ、まあ、実機で触ってブラッシュアップする際はここでもデザイナー問わず全体のセクションで話し合ってブラッシュアップを行って直したりしていくこれもポイントの一つです。で最後のパフォーマンスのところはどの画像を削っていいのか。 どの画像を削ってはいけないのかっていうところを見極めて取捨選択し、まあ、削ったりして、えー、実機のパフォーマンスを上げていくこの3つのポイントが大事ですね。はい、ということで今回は開発フェーズインタラクションの開発フェーズ全てをご紹介させていただきましたそして最後にですねこちらのご紹介をさせていただきたいと思います、えー、こちらはですね えー、私佐藤と筒井が所属しているインタラクションデザイン室のメンバーのご紹介になりますまあ、インタラクションデザイン室とは何かというと SGE で横断的に活動しているまあ、インタラクションデザインを作るメンバーを集めた組織になります各社にインタラクションデザインを作っている方が必ずいてその方をまあこの組織まあ、一つの組織として集めて情報共有して他のプロダクトに こうした方がいいよとかもっとこうつけていくとこういう動きができるであったりとか実際にそのプロジェクトに行ってヘルプを行ったりするといった活動もしていますはい。で実際にメンバーを紹介させていただくとこの6名が在籍しております、えー、先ほど話していただいてた左上の筒井とそれからコリアーツの磯見、えーえー、右上がアプリボットの田島左下が私、えー コアクリエイティブ所属の佐藤で下が G クエスト所属の石倉右下がカラフルパレット所属の二股この6名が今インタラクションデザイン室のメンバーとして活動していますで実際に今回はこのメンバーがプロジェクトに行ってヘルプとしてお手伝いして作ってき作ったものをご紹介いたしますこちら許可をいただきました実際に何を作ったかと言いますと こちら最近リリースされた呪術回戦ファントムパレードの一部になりますで実際にこちらご紹介しますと左上から再生するとこのようにアニメーションが再生されるんですけどもこ,のこれグレード強化という演出なんですけどこの OK ボタンを押した後にこに重力が解放されるようなエフェクトが出るんです。これもインンラクションの一部で こちら私が作ったんですけど、まあ、こういうテンポよく出つつも世界観が分かる演出でありちょっと見た目的にも派手な演出をインタラクションの一部を作りましたでこちら右上のも同様にファントムパレードの一部でこちらイベントのあ討伐賞の解放という演出なんですけどもこの右下の赤いボタンを押すとアイテムを消費してまあ 代わりに10個のアイテムをもらえるっていう演出なんですけどもこちらの本を私の方で作りましたで左下は先ほど紹介したプリボットの田島の方で作ったイベントの演出で、まあ、こちらはマップ上のとある領域を解放する演出なんですけどこのようにこうアイテムを使って一部のまあ封鎖されたところが解放されるというエフェクト演出を一連を作りました はい、こちら右下最後のこちら演出なんですけども、まあ、インタラクションの一部でちょっと分かりにくいんですけどもこの右下の「強化するボタン」っていう、まあ、よく赤いボタンと白いボタンが並ぶボタンがあるんですけどこの「強化する」という赤いボタンのみ模様がこう浮かび上がってこうループでアニメーションするようなインタラクションが入ってます。これもインンンタタラクションの一部でで、まあ、決定ボタンを目立たせるという意味で こちらも作成させていただきました。はい、こちらがファントムパレードの実際の対応したもののご紹介になります。はい、このようにインタラクションデザインと一言で言っても様々なものがありまして、それらを我々デザイナーが作っております。今回は実際のインタラクションの開発フェーズをご紹介させていただきましたが、今後も頑張ってこちらの研究を深めていきたいと。 思いますご清聴ありがとうございました。